SDGs に注目するシリーズ福島未来ストーリー。今回野尻キャスターは川俣町へ。移動販売車がやってきましたね。川俣町では食料品はもちろん日用品も積んで山あいの高齢者世帯などを回る移動販売車が活躍していました。今回は買い物弱者を支える地元スーパーの取り組みに注目します。住み続けられる街づくりを。福島市を中心に店舗を展開するスーパー一位です。一位では県内各地で移動販売車を運行。過疎化や少子高齢化で小売店が減る中、運転が難しいお年寄りなど買い物弱者を支えています。石鹸だとかトイレットペーパー、それからティッシュペーパーとか、そういうものも全部持ってして移動販売してくださるから、だからね、助かるんですよ。一方、高齢化が進む福島市の団地、一位は NPO に協力して店舗などを回るバスを運行。お年寄りの買い物をサポートしていました。やっぱりないと困りますよね、もう年が年だから。買い物弱者を支えるこうしたサービスですが、価格競争が厳しい流通業界にあって続けるのは簡単ではありません。それでも取り組みを続ける思いを聞きました。流通の競争が激しい中で、でもこういうふうに地域のためにという思いでやっていらっしゃる、その思いの源は何か、どんなきっかけがあったんですか？もともとこの福島で商いをさせていただいてますんで、やっぱそのふるさとに恩返しをしたいというのは常に我々言い続けてるので。明治25年、福島で創業した一位。それ以来原点にあるのはふるさとへの恩返しの気持ちです。その思いを新たにするこんなエピソードも。うちは昔からお店でいろんなイベントやってるんですけど、子供花火大会っていうのをやってたことがあって、でたまたま私が就職の担当をしてた時に、うちを受けに来られた学生さんに、なぜうちを選んだのって言ったら、子供の頃花火大会をやっていたお店だからここに就職したいんですって言われたんですね。価格予想厳しいですけど、でもやっぱり我々が地域でしっかりと商いをさせていただくためには、これが大切だなと思っていました。目先の利益だけではなくて、本当に街を元気にしようっていう、その思いが根底にあるんですね。そして一位は今、地域でもう一つ大きな役割を担っています。徳島丸だと、そのいつも決まった時間にお邪魔してる、その方が突然出てこない、なぜなのかなっていうんで、隣の方と一緒にそのご自宅に入った時にトイレの前で倒れてた。それを救急車を呼んで、結果その方は大事にならなかったんですけど。一位は福島県などと協定を結び、一人暮らしのお年寄りなどを見守っています。その安心安全のネットワークがスーパーを中心に出来上がっているんですね。創業100年を超え令和の今、一位はふるさと福島にどんな未来ストーリーを描くのでしょうか。
いつまでも笑顔の食卓、ふるさと福島。いろんな商品を自分で手に取って買って、そしてそれを食卓でいただく、それがやっぱり満足っていう、その満足はやっぱり笑顔につながっていくと思うんですね。この町に買い物ができない人をなくしていきたい、それが笑顔になる食卓を作り続けることだと思っています。